2時になりました。東京マーケットワイド、代わっては投資信託のコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。 HSBC 投信運用本部ファンドマネージャーのクゼベルト元子さんです。よろしくお願いします。お願いします。HSBC 香港上海銀行というとイギリスの金融グループとして、香港では香港ドル発券銀行ですが由緒ある銀行。はい、そうですね。HSBC ですね。で、日本では明治維新直前1866年からおいでになっているとか営業しているということですね。はい、はい、HSBC 投信は日本のお客様に HSBC グローバルアセットマネジメントのさまざまな運用商品や運用戦略をご提供させていただいております。はい、はい、で本日はその中でも大変注目を集めているインドをご紹介したいと思います。はい、インドっていうと、まあ、タージマハールのような観光名所っていうイメージが多いんですけども、投資対象としてのまずインドの魅力、このお話いただけますか。はい、ではまずこちらをご覧ください。これは注目度のバロメーターともいえるカテゴリー別に見た投資信託への資金流入ランキングです。2017年大人気だった AI やロボティクス、フィンテックなどが含まれるグローバル株式型と並んでインド株式型がランクインしました。やっぱり AI とかにも勝っているインドって感じですよね。で、過去にもまあ似たようなケースがあったんですが、その時は日本人の投資家が中心でした。今回も似た状況なんですか、他から後からみんなついてきているんでしょうか、どうでしょうか、これはいかがですか。はい、こちらのグラフを示すように、日本のみならず世界からもインドの株式や債券への資金流入が続き、投資残高も着実に増加しています。また近年はインド国民の所得増に伴う資金運用ニーズが高まっており、インド国内の資金の株式市場への流入も加速しています。加速しているということですね。はい、このような世界中からの資金流入の増加を背景にインド株式市場は上昇を続け最高値を更新しています。世界株式指数と比較してもインド株式型ファンドの上昇は注目に値します。弊社もいくつかインド株式のファンドを提供していますが、国内投信全体のインド株式型ファンド平均で見ても2017年年間平均リターンは4割近く上昇しました。トラッキングで4割ってすごいですね。それはまあ人気が当然出るだろうということですけども、逆に言うとなんでこんなにパフォーマンスがいいんですかっていうその秘密もちょっと伺いたいんですが。はい、2014年に発足したモディ政権による経済構造改革の進展や経済成長の加速、インフレ率の低下に見られる経済ファンダメンタルズの改善、さらには良好な企業収益が挙げられます。どうでしょう、今後もそういう好環境が続くと見てよろしいんでしょうか、どうでしょう。はい、HSBC 投信では中長期でも強気に見ています。その理由は大きく分けて2つ。1つはモディ政権が進める経済構造改革、もう1つは人口パワーです。はい、モディ首相は規制緩和と大規模インフラ投資を目標として挙げ、経済構造改革を推進しています。メイクインインディアということですね。はい、はい、その通りです。メイクインインディア構想では積極的に外資を誘致し、インドを世界の製造拠点にしようとする大規模プロジェクトです。外国企業に対し製造拠点としてのインドの魅力を高めるべく規制緩和を進め、鉄道や道路、港湾などのインフラ整備に積極的に取り組んでいます。なるほど。じゃあモディ政権のこれまでの実績ということで、昨年7月の、インド国内における間接税を一本化した物品サービス、こういった導入がありましたですよね。で、これはインド独立以来の最大の税制改革ということで大きなニュースになった記憶があるんですけども、これほどの税制改革を短期的な混乱を押してまでやった、あえてやった理由ってのはこれどこにあるんでしょうか。はい、これまでのインドの間接税は国と各州がバラバラの税率を適用しており、ビジネスの阻害要因になっていました。はい、今回の税制改革でビジネス環境の大幅な改善が期待され、中長期的には企業収益の拡大、雇用所得の改善を通じて消費の拡大も見込まれます。そして税制の簡素化により課税逃れが減少し、財政健全化が進展します。とってもいい話じゃないですかね。で、昨年これも記憶に残ってます、高額の紙幣お金を廃止しました。で、 ATM とか銀行の前に行列ができたっていうのも覚えてますけども、あの改革もこの税制改革の一環と見てよろしいんでしょうか。
高額紙幣の廃止は2つの大きな狙いがありました。1つは地下経済に潜むブラックマネー、つまり不正な資金のあぶり出し、もう1つは現金主導の経済から電子マネーなど IT 技術を駆使した効率的なデジタル経済へ移行させることです。なるほど。で、モディ政権が推し進めている改革はまさにその本質をついた構造改革ということなんですね。はい。でインド経済を大きく変化変貌させる可能性がここにあるということですが、もう一つのその人口パワーってこれ強烈だと思うんですが、人口パワーについてもお話しいただけますか。はい、人口パワーがもたらす経済好循環のイメージをご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。はい。成長ポテンシャルの源泉である中間所得人口はインドでは増加傾向にあり、2025年までに5億5000万人に達する見込みです。この数字がどのくらいすごいかと言いますと、はい、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの現在の総人口の合計にあたります。はい。中間所得人口の増加などからさらなる消費需要の拡大が期待され、 IMF のアウトルックでは2027年にはインドの経済規模はドイツ、日本を追い抜いて世界第3位になると予想されています。つまりインドの経済成長はこれから本格化し、長期にわたる成長が期待できると言えます。日本がインドに追い抜かれてしまうということになっちゃうわけですよね。はい。もう致し方なくなっちゃうと、もうすぐそこにあるということです。2027年ということは。はい。で経済成長がこう加速しているインドへの投資っていうことは非常にいいことばっかりのように思えるんですけども、逆に留意すべきポイントなんていうのはどんなところにあるんでしょうか。はい、3つのポイントを挙げたいと思います。インド国内のインフレ動向、米国利上げペース、インド地方選挙です。まずインド国内のインフレです。現在消費者物価指数上昇率は 5% 程度で、中央銀行のインド準備銀行が設定するインフレ目標の 2から6% の範囲内に収まっています。しかしながらインドでは例年6月から9月のモンスーン期の降雨量がインフレリスクとして注目されます。意外なことですけども、モンスーンの雨がやっぱり経済に影響してくるってことなんですか。はい、モンスーンはインドにおいて農産物の出来を左右する重要なファクターです。はい。2つ目のポイントは、インドだけではなく新興国全体に対し、米国で予想以上にインフレ率が上昇すれば FRB の利上げペースが早まり、その結果新興国から資金が流出することが考えられます。ということは、そうは言ってもインドは経済成長が加速して経済基盤も強固になっているわけですから、以前と比べてアメリカの利上げに対する体力、耐える体力が出てきたって考えてもいいんですか。どうでしょう、その辺は。はい、その通りだと思います。すでに年初から堅調な米雇用環境や賃金動向を受け、米国金利は上昇し始めています。しかしドル円では円高ドル安が進行しましたが、ドルルピーは比較的落ち着いた動きとなっています。また長期で有効な指標といわれる購買力平価で見ると、インドルピーは最も割安な通貨の一つとなっています。株価あるいは為替が下落しているというところは、逆に投資のチャンスという見方もできるかもしれないということですね。もう一つ、地方選挙っていうのについてはどのような感じでご覧になってますか。次の2019年に行われる国政レベルの総選挙では、与党インド人民党が勝利し、モディ首相が再選されるとの見方が有力ですが、2018年はその前哨戦ともなる州議会選挙が上半期に4つの州、下半期にも4つの州で実施される予定です。インド経済にとり、ひいてはインド株投資にとってモディ政権の持続は非常に重要です。もう一つちょっとお伺いしておきたいんですけども、先ほどインドの人口パワーっていうのがあったじゃないですか。はい。やっぱりポテンシャルはこれ高いと見た方がいいんですかね。そうですね、5.5億人という人数がどれほどすごいかというか、先ほどご説明させていただきましたけれども、はい、主要4カ国の合計の総人口合計が中間所得者層の人口と同様となるという、はい、この予想なんですね。で、生産年齢人口が約2割といったところになりますし、はい、当然ながらその消費のところもこの人たちが担うというふうに考えてよろしいですか。はい、そうです。これから日本では高齢化社会と言われていますけれども、はい、インドではこれから若い人たちがますます、消費を通じてですね、経済を拡大させていくという方向になっています。はい。インドっていうと、なんかこう暑いなとかですね、あるいはその
地下で結構みんなこう動いてるよねとかですね、それから計算が上手だよねっていう、そういうイメージもあります。特に IT のところってインドの方々上手じゃないですか。そうですね、そういうポテンシャルはやっぱり大きいって見た方がいいんですか。はい、IT 産業ももちろん有名ですが、自動車産業の方もですね、実はこれから伸びていく産業の一つでありまして、実は普及率がまだ 7% ほどと言われているんですね。でそれですので、これからまあ中間所得者層の増加と、そしてまあ自動車の販売というのも増えていくのではないかと見られておりまして、例えばマルチスズキですね、次の子会社の、はい、はい、こちらの方も実は弊社の方では注目している銘柄の一つです。なるほど。やっぱりこの人口が減少していく日本と比べると、人口が増えていくインドのポテンシャル180度違うわけですね。そうですね、方向性は人口パワーで言いますと、ちょっと日本とインドかなり対照的な国になるかと思います。はい、ということは我々から見るとこう仰ぎ見てしまいがちな国になっちゃう。我々こう減っていってるじゃないですか、だんだん主肉してる、はい、国の人が増えてきてるっていうことですが、その違いはやっぱりあるっていうことですよね。そうですね、国としてのやはりパワーの違いかもしれないですね。はい、で先ほどドイツも日本も抜かれてしまいますよって言われた GDP、はい、名目 GDP のところですけども、はい、そんな先の話じゃないですよ。2027年ってもう10年弱、はい、あっという間っていうことですか。はい、でまた実質 GDP 成長率予想、まあ、2018年の予想なんですけど、はい、こちらを見ていただいても主要国、まあ、先進国と言われているところですねが 1% から 2% の程度に対し、まあ、インドですと 7.1% というふうに予想されています。はい、ちなみにこのグラフで見るように中国が、まあ、2018年 6.9% 前後と言われていますが、それよりも 7% 台という数字が出てくるとこれ驚異的ですね。はい、やっぱりいろんなことに秀でたインドというふうなところで見ていくといったところですね。まあ、どうもありがとうございました。新興国の投資っていうのは先ほどいろいろポイントを伺いましたけども、リスクが高いっていうイメージもありますけども、やっぱりインドはこれ期待のなかなかかなり持てる国っていうふうに見ていいんでしょうね。一回どうでしょう、行ってみて現地を確認するっていうのも必要ですか。はい、ぜひ何回か行かれてます。まだ行ってない。それは失礼しました。でもやっぱり一回行ってみた方がいいんですね。はい、ぜひ行ってみたい国の一つです。時差もまあ多少ありますし、時間もちょっとかかりますけども、はい、まあ行って現地を見て現物を見て、それからいろんな投資を考えるということが必要なのかなという感じですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。投資信託のコーナー、 HSBC 投信運用本部ファンドマネージャーのクズエベルト元子さんでした。ありがとうございました。